動しているボーイスカウトが3年後の平成27年に広島に集まって平和学習会を開くことになり、ボーイスカウト日本連盟の理事長が広島市役所を訪れて松井市長に協力を求めました。今日はボーイスカウト日本連盟の奥島隆康理事長など関係者7人が広島市役所を訪れ松井市長に面会しました。ボーイスカウト日本連盟は平成27年の7月から8月にかけて山口県で世界大会を開催します。世界161カ国で活動するおよそ3万人のメンバーが参加することになっていますが、連盟ではこれに合わせて7月30日から8月5日まで広島市で延べ2万4000人が参加する平和学習会を開く予定です。奥島理事長は大勢のメンバーが訪れることになるので平和学習会への協力をお願いしたいと伝え、これに対し松井市長は被爆者の思いに触れてもらい広く伝えてほしいと協力する考えも示しました。平和学習会に参加する人は被爆者に証言を聞いて平和をテーマにスピーチするほか、折り鶴を折るなどの活動を通して平和について学ぶということです。大変なんて言いますか、そういった快諾をいただいたというかですね、この広島を見ることによって平和というものの要するに今一番そのシリアスな問題、これをですね原点から考え直す、そういうきっかけにしてほしいというふうに